はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、ビールですね。生ビール。プレミアム生ビールの朝日の、ダブル酵母。特性の異なる2種類の酵母で醸造し、贅沢なコクと爽やかな切れ味を実現。アルコール度数が 5.5% です。限定醸造ですね。これ確かイオンで200円ぐらいで売ってた記憶がありますね。原材料が麦芽とホップと米とコーンスターチとなってます。麦芽 100% ビールではないようです。でね、今日ね、酒屋行ったらですね、この、朝日スーパードライのね、ジョッキがね、なんかね、タダで、どうぞご自由にお取りくださいみたいなことになってて、嘘と思って、やったーと思ってもらってきましたね。はい。ジョッキでございます。うん。そんじゃ、乾杯。最近ですね、ヤフオクで、角瓶のジョッキ角ジョッキをですね、注文したんですけど、うん。ハイボール角ジョッキ。ね。まだ、1000円ぐらいで、送料込んで1150円ぐらいで買ったんですけど、まだちょっと届いてません。ダブル。アサヒビールダブルコーヒー。数量限定、全国イオングループ限定商品。みたいです。なんだろう。なんか、ちょっと苦味が若干あるけど、コクがないんで、さっぱりした苦味ですね。うん。結構、キレがいい。コクがないのが特徴でしょうか。ここにも書いてあるけど、爽やかな切れ味。贅沢なコクと爽やかな切れ味を実現って書いてあるんですけど、なんか矛盾してるような気もするけど、まあ、いいか。なんか微妙。若干、まあ苦いは苦いかもしれないけど、そんな苦くないですね。香りもそんなに強くない。なんか、口当たりが微妙になんか、何ですかね。なんか小麦っぽい。小麦のビールのような。うん。なんだろう。ちょっとなんか、でもなんか微妙。微妙。あんまり、
あんまりうまいって言い難い。やっぱアルコール度数が若干高めだから、なんかアルコールの臭が、アルコールの味が結構するような気がするんですよね。うん。微妙だな、なんかこれな。微妙。なんか、ドライなようで、なんだけど、微妙にドライでもないしな。なんだこれ。あんまり、プレミアムっていう、プレミアムのくせに別にコクもないし。とにかくコクはないですね。間違いなく。なんか全面に、アルコールの味が全面に出てますね。ちょっとこれは味的にあまり好きではない。あんまり個人的に好きではないですが、微妙。なんか変な、やっぱりまあ変なって言っても多分アルコールの味かながするんですよね。それでだいぶ、ビールの、味っていうか、コクとかが全く、まあ、薄れちゃって。でも、なんだかんだで、この、ダブル酵母っていう、なんか酵母っぽい、なんか変な香りっていうのは、あるのはあるんですけど、かといって別にうまいかって言うと別にうまくはない。うん。やけにアルコール臭がする。アルコールの味がする。うん。0.5% 増えただけなんですが、ここまでアルコールの味を、がね、するのは、なかなかないですね。あまり美味しくないです。この味はあんまり好きじゃないですね。やっぱりアルコールの味がするっていうのはちょっとよろしくない。うん。そんなとこかな。うん。ああ、だいぶアルコールの味が、うん、します。これは微妙。微妙だな。うん。コクはないかな、あまり。甘みもない。甘みもない。甘みもない。香りは、あんまないですね。とにかくあるのがアルコールの味。が、前面に押し出されてるっていう感覚は、否めないですね。これはおすすめはしません。二つ星だな。2232で。ご視聴ありがとうございました。